とりあえず、あれだ、米作るのに力入れる感じか。新しいマップ行ったんだけど、クリアができないんで。何か作るですか？休むか。そうで、やってて思ったのが、なんだろうな、それなりに祭祀とかある程度していいんだけど、お、なんか始まったね。さくら様、新しい農場見つけましたぞ。これには稲の量を増やす育て方が記されております。量とな、稲の量を伸ばす、これすなわちお姫様の命を伸ばす育て方とも言えます。じゃあ、稲の量を育てると場所が鬼どもの戦いに倒されにくくなるわけか。そうだね、農所ちょっと見に行くか。確か、稲作会議で、量だね、これだね。春、種もみ選別は軽く行うのみにとどめる。あ、そういうことか。種もみ選別できるのか。マジか、それ忘れてたわ。集まきで行う。で、田植えは密植を避けながら多く植える。ってことは、いきなり植えてたけど、まずはってことだね。で、夏は出水までに保護栄を適量与えると。成果に中干しを行う。あ、やっぱちゃんと干すんだね。はい。出水は保護栄を多く当て浸水にする。出水後か。あー、じゃあとりあえずマックス上げとけばいいよっていうわけじゃないんだ。秋の巻、当熟後はなるべく乾かしてから刈り取ると。細干しは短すぎず長すぎず。なるほどね。こういうことではないってことで、陽肥根肥保肥、この辺りが多分バランスが大事ってことだね。はあ、なんか作るかや。虎鉄の鎌強化できるね。これありがたい。任せろ。任せろーって。あー、マジか。そんなに大事だったか。さて、鉄の鎌。マジか。そんなに。何か。よし、じゃあ材料集めるか。ってことは、この時期に何を集めるとか、なんかその考えが大事になってくるのか。ゆい、あ、意外と貝丸でいいよ。木は土壌不難。行ってきゃー。もう行ってこーい。で、ここが抜け穴最初だったね。大東樹の森はもうクリアしたね。で、前回クリアできなかったのが狭間の口か。とりあえず、単純にこう、採取ができるところ行こうか。じゃあ、あれだね。ちょっと塩欲しいな。あ、意外とない。で、番が。鬼倒さずとも。どっちだっけ。こっちか。違う。泉ではない。実りの人に行くか。マジか。
か、何でも使っていいわけじゃないのか。植物、わらび、芋、すげ、落ち葉と。そうだね、家に帰ってこれで第2週終わりかな。意外とさっくりだからね、この辺りね。カイマルどうした？あー、イカスタナがやばかったかな。カイマルがどうしたんだ？今朝までいたけんとも、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。それは僕が依頼したからとかじゃなくて、タウンのおじさんも心当たり探すっていなくなるし、一体どうすっぺや。どうすっぺや。やべ、俺のせいかもしれん。カイマルは、とりあえず、お？ダメだ、この峠からじゃ見えねえ。あんま遠く行かれると鬼が出るぞ。なんとかならねすかや、神様。なんとかするしかないが、さてさて、どっちを探したものかの。この犬使ってみろ。後から追えるようにって、おっさんが置いてったんだ。やっぱ犬か。ならば匂いを辿ってみるか。迷子のカイマル、まあ、とりあえず慣れといて。あー、猫いいね。あの貝は、意外とね、意外と飛ばずにそのままが。魚よね。で、オカミさん、イノシシ、イノシシか、痛いな。やっぱ非戦闘時に自然治癒が発動するって感じだね。よし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 。ああ、まだだいぶ楽。地味にきつい。
んで、それやめてくれんかな。あー、それやめてくれ。で、あー、そういうことか。めっちゃ魚来るじゃん。よし、これで、あー、一撃が痛い。とりあえず一回回復です。あら、意外と鹿いけたね。あー、痛い。あ、いやきつい。ちょっと待て、せっかくここまで来て、あー強い。きついな、きつすぎるな。さて、新たな地、水の浜、浮き釣だな、浮き釣だな、水窓の谷。あ、海方面行けるんだ。ここは翡翠の入手がちょっと違う。孵化するか。ちょっと行ってみるか、この勢いで。いやー、やっと。やっぱ見た目はあれだね。装備変えたおかげがあるね。いやー、ん？なんだろう、ナルト的な技が。お？おお、すげえ。あ、てか、サクナ泳げたんだ。あー、そういう感じか。それだったら、落ち葉。使い勝手いいね、空中のね。やっぱし、いや、危ない。さて、青い鱗入手。いけいけいけ。自然中系の、なんだろうな、食事を取るのが大事だね。じゃないと全然強い相手ができないわ。あー、待って、逃げるな。で、上か。できるだけ中間までは行きたいんだよね。なんかあるね。水めっちゃ綺麗だよね。それにしてもね、結構あのこのゲームやってて思うけど、表現が綺麗、いろいろと。あ、さすがに吸えないよね。あー、空腹状態か。いやらしいな。あー、上だったかな。かっこいつら、マジか。あー、なんかちょっと待った。
わー、これなかなかだね今回ね。やべやべやべ、意外とね。このゲームあれだね、どれくらい吹っ飛ばせばみたいなところはあるね。あー、なるほどね。むずい、地味にむずい。で、これを上に行くと、ああ、なるほど。よし。シコンの玉ゲット、シコンで今日、ああ良質な菓子の精度が上がるか。夏の間体力上がるのは、あーまあまあ終わるから、まあバッドデモって感じはするな。いやーもうね、敵めちゃくちゃ強くなってるよ。結構やりながら思うけどさ、もうお米だね、お米をほんといいの作らないとやってけない。痛い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 。なんとなくコツは掴んできたな、ここの敵は。あ、うーわ、マジか。うん、戻ろう。いやー強すぎるわ、マジか。はい、こんばんは、こんこんばんばん。いやー、ちょっと強さが予想外すぎる。何か作りすかよ。紫の根が欲しいね。防具強化したい、そろそろ。特に会話はなしと。うわー、なんだろうな、前回までは結構な作業芸だなーって印象だったんだけど、めちゃくちゃ強いもんな。あと4つ。いやー、やれる気しないよね。10だね、白米だね。こんなところか。はい、もみせに行かんよう。触れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。さあ、新米完成。島流れ米、ざっとこんなものじゃ。3年目各11、米30か、だいぶ来たね。あー、でもやっぱ各11か。
これはあれだな、そろそろ。勉強していかないとやばいね。イナゴ。あれ？もしかして、佃煮？何か作るですか？ああそうだね、米はね、いろいろ使えるからね。ここら辺を使わず、何か食べるますか？確かね、米は悪くならないんじゃなかったっけ。確かね、食べるますか？あ、やっぱ自然治癒つくんだ。はあ。いただきます。銀杏多いな。